はい、皆さんこんにちは、森友博です。合気道や武道のことを経験者にも未経験者にも分かりやすく説明していきます。本日の題材はですね、またいつも通り、毎週私が書いておりますブログの解説をしていきたいと思います。今週の傾向日誌、こちらは1月の31日の分です。読み上げます。今回のテーマは上達には構造が必要です。きちんとした技を行うためには動きを正確にしなければなりません。きちんとした動きをするためには身体の構造を正確に作らなければなりません。きちんとした技を行うためには身体の構造を正確に作り上げることが不可欠です。しかし通常の稽古のみで身体の構造を作り上げるのは不可能です。通常の稽古以外に身体の構造のための特別な稽古が必要なのです。それが単独稽古です。こちらなんですけど、こちらね、私がいつも提唱しております、合気道のね、構造というものを見ていただくと、話がね、わかりやすいかと思います。こちらがね、合気道の構造の図です。上から、技、動き、身体意識、気エネルギーとなっております。技の部分をね、動きが支え、動きの部分を身体意識が支えるということになっています。まあ、こちらのね、身体意識というものが、今回、まあ、身体構造ということとね、同じことですね。身体意識というのは、私たちをこう操作する、内面からね、見ると、まあ、身体意識ということになるんでしょうけど、これを外側から見る、観察者の視点から見ると、身体構造ということになります。実際ね、身体構造っていうのはどんな、形をしているかと、私のね、例をちょっとわかりやすい、さっきましてね、で出したり、まあ、こういったように、体の中にいろいろ線を描いたり、点を描いたりしてですね、体の各部分を意識しやすくしたり、使いやすくしたりする、そういったものですね。これが身体、意識として、まあね、こう、まあ、構造としてあります。こちらについてね、ちょっとまた具体的に、説明をね、していきたいと思います。はい。こちら身体意識なんですけど、例えば、どこに出るかな、股関節でね、説明していきたいと思いますね。例えば股関節って、皆さん、わかりますかって聞かれたらどう答えますかね。まあ、わかる。わからない。まあ、程度がありますよね。例えば、こう、指先、この指ね、こういう関節。これは多分、目をつぶっていても、どこにどういう関節が、今どう動いているか分かりますよね。でも股関節、どうですか？分かりますか？その指先ほどは分からない。まあそれが普通ですよね。例えばこの指先でも、例えばこうスマホしかね、こう使えない人、使わない人と、あとはなんかいろね、手作業してる職人さん。当然この指先のこのね、繊細さ、使い方。全く違いますよね。レベルが全然違いますよね。つまり、指先、こう、関節のこう動きでも、どんどん能力を高めることができるわけですね。同じように、股関節でもですね、この能力をどんどん高めていって、いい使い方ができるようになるわけですね。まあ、この股関節なんですけど、私非常にこのゆるゆる、緩めて使っております。例えば、ね、股関節をよく緩めておいて、足はね、2本ありますよね。2本ある。でも、多分歩いたり動いたりするけど、片方の足は支えてるけど、片方は浮かんでますよね。ですからもう足がね、こうブラ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 って、支えてる方とブラブラになってる方。ブラブラになってる方。ね、ブラブラになるな。支えてるブラブラ。支えてるブラブラ。これをね、交互に繰り返しながら使うっていうね、ことをやっております。これ非常に難しい話ですね。このブラブラの構造を支える構造。これをするためには、この腰周りの、ね、筋肉、腸腰筋であったり、ハムストリングスの上のアッパーハムストリングスを使うということが、ね、不可欠になっています。こういった、ね、構造を作り上げる。これは非常に大事なことだと思うんですね。先ほどの図。ね、身体意識の部分がそれを動きを支え、その動きの部分が技を作っていく。こういったことがありますのでね、こういった構造を作るというのはすごく大事なことですね。これはですね、
車のレースを考えてやると分かりやすいと思うんですね。例えば、通常の稽古をする人、まあ、あまり構造を考えないで稽古をするということはどういうことかというと、まあ、速い車を用意してきて、それなりにその車をチューンアップして、性能を良くして、まあ、運転もうまくできるようになって、まあ、レースに出て、まあ、勝ちましょうという話ですよね。まあ、これ、どういう人がいいかというと、もともと車の能力が高い人、つまり身体能力が高い人ですね、は、この方法で全然大丈夫なんですね。でもこれが性能が悪い車に乗っている方は、この方法では全然対応ができなかったですよね。まあそれは運動神経が悪いからね、能力がないからね、っていうことで片付けられるんですけど、私なんかね、比較的その能力がない方なんですね。ですので、もうこういう方はしないという選択をしたわけです。それはどういう選択をするかっていうのは、これは F1 マシンを作るような形ですね。例えばこのレースというものはどういったレースで、どんな能力が必要なのかっていうのをこれ、ね、分析しますね。バーッと分析して。で、その能力に対して必要なね、部品、どんな部品が必要なのかなっていうのをこうセレクトしてくるんですね。で、こう車っていうのを作り上げるような感じです。で、さっきやったこう股関節作り上げるっていうのはもうまさしくこういうことですよね。こういった車を一から作り上げる、自分の体というのをボディというのを作り上げることを、まずそれをやっていく。それでもって動きをやってやる。で、その動きでもって技に臨んでいく。そういったね、ことをずっとやっていくと、比較的ね、身体能力がない方でも上達に対して、アプローチができ、しやすいということがあるんですね。こういったことを、まあ普段の稽古の中ではできないことなんですね。これをやってるのは、まあ私今だったらオンラインの稽古のこういったことをやってます。オンラインの稽古では実際の技をやることができないので、こういった土台を作る、構造をきちっと作っていく。で、その構造でもって動きができるかどうかっていうチェックをしていく。で、そのね、技に行くまでの準備ですね。を的確にずっとそこをずっと上げていく、しっかり作っていく。それをやることによって、この最後に、ね、やる技の部分、実際接してやる部分がものすごく、やりやすくなる。下の土台がね、しっかりしていると、上の部分上達が早いということですね。ですから、このね、オンラインの稽古を、やって、皆さんね、非常に上達していっていると思います。このね、まあ、オンラインの稽古、参加もしね、されたいなっていう方がいらしたら、私の方へ連絡いただければね、参加できるようにしますので、まあ、世界中から今、いろんな方が参加してきております。またね、こういった、情報を発信していきますので、ここら辺にありますね。はい。チャンネル登録をよろしくお願いします。また会いましょう。森友博でした。失礼いたします。ありがとうございました。